どうも、秋です。栄冠ナインやっていきましょう。はい、将来の大エース候補、岩隈と共に挑む秋大会やっていきましょう。まあ、この代の2年生がね、本当に不作だったので、その影響もあって、レギュラー陣がかなり弱い。ただ、1年生のレギュラーが非常に多いので、逆に考えると、来年の秋大会は、ほぼメンバーが変わらない感じで挑めるから、来年はまあ、確実にね、勝てるようにしていきたいんですが、まずは目の前の試合ですよ。勝って強豪に戻りましょう。行きましょう。そして選抜出ましょう。まあ本当に、岩隈がね、活躍して、1点か2点で抑えて3点取る。そういう野球で勝っていきたい。言いましょう。もう岩隈はいいです。もう全力でいきましょう、下地。下地をあれにしたんだね。1番、じゃあこう変えるか。下地3番ミス。うん、これでいこう。よし。言いましょう。岩隈の調子はいい。さあ。まあ、運も絡むんで、秋大会は。頼む、あんま強いチーム来ないでくれ。もうそこを願う、そこを願うしかないんだよ、実際。なんで2点取られたの？うわぁ、2点先制は辛いものがある。いやぁ、でもそんな強い、めちゃめちゃ強いチームっていうわけではもちろんないんですけど、こっちもこっちですからね。こっちもこっちっていうね。こいつはまあまだマシ、2年の中では能力。2点取ろう。岩隈頼むよ。オッケーオッケー、岩隈頼むよ。下地でも走れないので、こっちが足速くないので、相手のキャッチャーどうこうじゃなくて、こっちの足が速くないんで走れない。はい、ただ送球いいか、クイックはいいか、138キロか。あー、これは走れるね、そしたらば。うわー、クソ、1球目入れられた、クソ。1球目で走ったらよかったな。外されたとしても、まあまあまあ、みたいなとこあったな、今の。犠牲フライ。1点返そう、しっかり。よしよしよし、落ちるでしょ、これ。ナイス。回れる、回れる、ランナー回れないか。オーケーオーケー。ナイスバッティング。よしよし、オーケーオーケーオーケー。いや、名前は下地で合ってるの、本当に。下地ですね。僕、クールは好きです、結構。ニート上がってね。阿部人がつくのか？よーし、オッケーオッケー。カードはね。クールは結構好きなタイプ。うわ、打率低っ。去年からレギュラーなのに、打率低っ。唯一去年からレギュラーなのに。おお、ごめん、ディスってごめん。頼れる4番だ。岩隈、初回2失点か。なんか気になるな。ソロスターター持ってるわけではないんだけどな。おおお、で、下地がほんといい。いいね。ナイスバッティン、ナイスバッティン。こいつ3番でもいいんだよな。1、3番。まあ、ちょっと考えようか。もう一度ホームラン打とう。おお、うん、ちょっと守備もすごい下手っていうのがね、岩隈。そうだ、守備も下手だから、全てが全て岩隈の責任っていうわけでもないんですよね、実際。7回か。まあもう、若林、ダイソーとか出して育てていきますか。そうですね、やっぱり育成は大切。特にこの1年の学年を、で、春夏連覇本当狙いたいので、この学年の育成は本当に大切。白石、白石も割と期待してる。うわー、けどまあ相手がそんなにね、戦力高いチームじゃないとはいえども、しっかり点は取ってて、そこは評価できますね。2試合ともしっかり点はね、7点とか、かなりいい点数を取ってる。 OKOK、 まあ相手がね、相手っていうところもありますからね、もちろん。
岩熊が岩熊がホームラン打ってる。じゃあこれ使おう。岩熊がホームラン打ってる。パワーね G5 です。今カード使ったからあれなんですけど、本当は G5 です。岩熊がホームラン打ってる。なんだこれ。岩熊二刀流するの。あ、しかもサヨナラ打っちゃった。岩熊くん二刀流に挑戦するのか。なんだこれ。岩熊二刀流説。すごい。いいっすね。オッケーオッケー。まさかあそこでホームラン出るとは思わなかった。さらに岩熊二刀流説いきましょう。オッケーオッケー。よかった。この鵜飼かな、しっかり出すことができたんで。総力にも上がってるよ、ダイソーで出しただけで。よー、え、早かった。意外と早かった、強豪校戻るのが。いやでもまあも戻るのは簡単なんだよ。キープするのが難しいんだよ。負けちゃダメでしょ。あ、練習じゃないっす。あ、まあ、あの、黄色と星止まってからにしよう。いや、戻るのはね、簡単なんですよね。キープが難しいんですよ。行きましょう。いや、ナイス、強豪。いいっすね。最後、岩熊の、岩熊のサヨナラホームランで、強豪に戻るっていう。しかも結構飛んでたよ、あれ。普通に、なんだろう、普通の、今何くれた？ちょ、待って、ログが見えない。ね。普通の、パワーバットか。普通の球場でも入ってたよ、あれ。いやー、いいね、岩熊。これは期待できるね、ほんとに。おい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 、プロ野球選手頼むよ。まあ、ただ、どうせ1使うんで、あんまり、あれでしたけど。さあ、これを見てから、ちょっと練習試合もやりましょう。練習試合は負けてもあれは落ちないとね、いう感じなので。体力はありますね、みんな。じゃあ緑マスはいらないので、これはまあアイドルを取りましょうかね。はい、アイドルを取ってから、それから練習試合申し込みしよう。あ、ただ大会期間中だからどうなんだ。プロ野球選手も泊まりたい気持ちはあるんですけど、もう今使っとかないとおそらくあれですよね。また大会が近いから使えませんみたいな警告が来るんで。今だと大丈夫なのか、この狭間の期間って大丈夫なのか。 OKOK。 さすがに名門強豪に勝てるチームではないですね。はい、本当はここに勝って戦力上げていきたいんですけど、まあ中堅で。さすがにこれで着実に評判を上げましょう。で、アイドルで練習効率上がって5できるといい。うん、おいおいおい、テンション。よし、オッケーオッケー。とりあえずこの2試合、特に辛いと思われていたこの2試合、勝てたことは大きいですね。ムービングファースト、ナイス。毎年覚えさせたいからね、その辺のやつ。よし、では練習試合行きましょう。いやー、よかった。とりあえず最初の2試合よかった。で、もう1試合ね、とりあえず、マストで勝ちたい。そうすれば選抜の可能性が見えるので、まあ、もしね、強豪また落ちちゃったとしても、選抜で勝てばね、強豪その場合戻れると思うんで。というわけで、岩熊、75まで来た、スタミナ。もうちょっとスタミナ上げるのか、それともコントロールとか上げちゃうのか、先に。さすがに急速ですね。もうここまでだな。もうあんまりピッチャー粘りすぎてもあれだからな。うん、あとは後続に任せよう。 B75 で。よし、 OK。 瞳パワーアップ。よし、肩。お、このキャッチャー守備整ってきましたね。よしよし、1年なのにいい感じになってるよ。パワーアップ。このセカンドなかなかいい。総力アップにしよう。で、このセカンドは育ってほしいんですよね、逆に。うん。サード。守備、守備、守備。いや、このサードがもうレギュラーですからね。この台の辛さを語ってますね。はい。2と。いや、このショートはでもほんといいんですよね。オッケーオッケー。総力アップ。
若林。総力だな、上げるのは。若林だって結構辛いよ、水谷。総力アップ。白石。外野手。総力かな？よし、OK。行きましょう、練習試合。勝ちましょう、そして。これは練習試合なので信頼度をおそらく上げるのがいいですよね。特に上げにくいと思われる人を上げておく方がいいと思うんで、こいつとか上げておこうか。てか全員1年か。まあ結果一緒だ、誰を選んでも。お、岩熊が絶好調、ナイス、すごくいい。あ、そうか、絶好調の上にこれがあるんだ。たまたま出たけど、最近出てなかったですね。さあ行きましょう。あ、黒土だ。練習試合もこれ反映されるんだね。今回できればね、秋大会全部終わらせたいと思ってるんで、終わらせちゃい。さあ、ちょっとこれ、C に勝てるのかどうか、試しておきましょう。はい、これは走れない。総合戦力 C に勝てるのか、ちょっと実力試しですね、ここで。よし、OK! ナイスー。これに勝てれば、まあ、とりあえず C には勝てると。で、あとちょっとの間に、能力上げてしっかり B ぐらいまでは勝てるように。 A には正直勝てない。今総合戦力 A には勝てない。 A が来たらもう奇跡が起こるのを願うか、それとも奇跡が起こるのを願うかっていう感じですね。 C でも相当辛いと思うんですよね今。まあ1点ぐらいは取られると思うんで、さすがに3点取ればいいんですよ。で2点以内に抑える、そういう勝ち方をやっていこう。打率いいね。ゲッツーやめろ、せっかくカードまで使ったのに。バカだれ。どうだ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 、入る入る入る、オッケーオッケーオッケー、5点。ちょっと練習試合だけど全然気合が入りますね。しっかりこの相手に勝てるのかどうかっていうところで。くっ、ヒット結構打たれてますね。いやー、この戦力でほんと選抜出れればすごい。大拍手を送りたい、そしたら。一三塁、稲垣。犠牲フライかな、ここは。しっかり1点取りに行こう。あー、待て、スクイズもある。あー、追い込まれちゃった。スクイズ3だったが、スクイズでもよかった。うわー、スクイズだったな、今のは。熱血。あー、待って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 。熱血。引っ張り、長身の時は引っ張りの方がイメージいい。うぅ、さあ3点取ることを目標、とにかく3点取れば可能性が見えてくる。おっかー、惜しい。ノーアウト1塁、岩隈まだ投げる。で守備に気合を入れるのと年齢でスタミナ上げればいいんですよね。オッケーオッケー。これで岩熊をしっかり投げさせる。あ、ゲッツー取れる、ゲッツー取れる。これはオッケーオッケー。刺しただけでもいいよ。あ、熱血使おう、ゲッツー狙いに行こう。これでうっ、あ、くそー。岩熊を信じます。緩急も持ってる、緩急持ってる。くー、やっぱ総合戦力 C だと辛いものあるか。もう
次打たれたら交代ですね。打たれてはないから投げさせよう。2点以内に抑えたい。岩隈が2点以内に抑えて、こっちは3点取る野球で勝ちたい。セカンド、よーし、よしよし。いやー、2点差だからまだ諦めるような点差ではない。超ファイト。お、キャッチャー左だ。波腐ってるぞ、相手。ホームラン打てばあれだぞ、同点だぞ。よーし、言ったことが起こった。ナイス、さすが去年からのレギュラー。唯一の去年からのレギュラー。うわー、こいつが今日ブレーキだな。海高校のブレーキだな。さあ、勝とう。本当に勝とう、これは。くぅ、いや、勝って終わろう、勝って終わろう。さすがに代打出しますね、岩隈。どっちがいいかな。一発狙いに行くのか、一発狙いに行こう。一発でさよなら勝ちですからね。まあ、岩隈3失点なら、まあ、最低限の仕事はしてる、本当に。落ちろ、落ちろ、くそ。頼む、ルイ出てくれ、ルイ出てくれ。よし、オッケーオッケー、オッケーオッケー。で、もちろん育成のこともあるんで、これはダイソー出しましょう。もう延長ないですしね、練習試合は。絶対育てたい選手。絶対育てたい選手。こいつですね。オッケー。くぅ、さあ、延長戦ったらどっちが勝ってたか。っていうところで、まあもう明確に分かることは、総合戦力 C ぐらいの今実力っていうことですね。これで明確、まあ今ちょっと注目選手が渋い人しか選べなかったっていうのもありますが、今、もうたった今は総合戦力 C ぐらいのチーム。ただまだもうちょっとある。大会まで。のでね、全力でいきましょう。たった今戦ったら総合戦力ちょうど C ぐらいのチームですよ、と。もちろん能力が弱い時っていうのは一気に能力上がりやすいので、成長はしやすいんですよね。この本当に何年間かのね、強豪行ったり中堅行ったりのこのあれを岩隈の力で断ち切りたい。それができればもう岩隈はもうナイス活躍です。さあ、5が多いな。5を使おうかな。よし、ナイスナイス。さあ、公式戦いきますよ。そこ止まりたいね。3使おうか。4がないのか。ちょっとアイテム使おうかな。さあ、どうだ。前評判 C、 ちょうど C、 B は来るな、 B は来るな。 B はマジでやめてくれ。この辺は運もあるから、秋大会マジで。 B はマジでやめてくれ。C だったらこのさあ2週間の間に強くなってるかっていうお話ですよね。この2週間を挟んで強くなれてるのかっていうところだと思うんで、頼む、 B はやめてくれ。あ、岩隈超ノリノリ、ナイス。よし、調子はみんな良さそう。行きましょう。頼むよ、総合戦力 B はやめてね、マジで。もうドラフトのこととか何も考えらんない。目の前の試合しか見えない。さあ、本当にギリギリの戦いですよ。もうこの動画見てくれてる方は全員わかると思いますが、ギリギリの戦いだと思います。ただ、あの練習試合からまたちょっとだけ能力は高くなってるんで、チームの。およし、4番がただ注目選手にできたのは大きい。行きましょう。大丈夫かな。
あーお腹痛い。精神的にね、辛いものがあるからね、平感ないの実況は。今始まろうとしています。よいしょ。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側高校チーム、これを何万人の人が毎回見てくれるんだなと思うと本当にね、プレッシャーが半端ない。よし、さっきより弱い気がするけど、意外性だけないんだったらあれか、意外とだな。よし頑張ろう。この回の先頭バッターは熊谷。頑張ろうって頑張るのは選手なんですけどね。いやでもなんか栄冠ラインやってと思うんですけど、思いは伝わる気がする。よっしゃいけ、オラーとか言ってる時って大体なんか打ってくれる気がするんだよね。これでワンアウト。まあゲームってそうやって楽しむもんだと思うんで、よし、ほら思いが伝わってる。2点先制。さあ4番が去年からの唯一のレギュラー、君が頑張ればこのチームは変わる。君が頑張れば、例えば君が、違う、全然歌詞も違うし。頼む。白石、白石はほんとね1年なんだけど能力が素晴らしいんで、はい、頼む。よーし、ナイスバッティング、いいね。ノーアウト満塁。ここ勝てればね、とりあえずもう最低限のことはできたかなっていう感じにはなれるので。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ここさえ勝てればね。よし、満塁ホームラン、満塁ホームラン、チャンス使って、まれ、ランナーまれ、ふう、なんかし、まあ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 、2点入った。ここ勝てば選抜の可能性を残せるんで、まあ今後にね、光をまだ持っておくというところで非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。岩隈は打撃能力がすごい低いんで、合宿とか野球マスとかでバントつけばいいなと思うんですけどね。まあバント職人持っててもそんなにバント上手くなってる印象もないんで、まああれですけどね。ゲッツーやめて。まあでも OKOK、 4点は大きい、4点は大きい。3点以内に守り抜こうっていう話だったんで、4点はかなり大きい。5点取ってる、あれ5点、また取った。 OKOK。 てか意外となんだ、公式戦になればなんでこんなに試合で点が取れるの。このチーム打線めっちゃ弱いぜ、正直打線めっちゃ弱いぜ。なんでこのチームこんなに点取れるの、不思議でたまらん。よし OKOK。 またこれホームラン打ったらあれだぜ、終わっちゃうぜ。多いな、このチームは。足が遅いからですね、例年に比べて。ゲッツーが多いのは単純に。まだこの点差だといろいろやるのは怖いな。セカンドは育てたいんだよ、すごい。あー、これだけでいいか。とりあえず育てたいセカンドだけ出せばいいのか、しっかり。岩熊いいね、クマさん良くなってきた。セカンド、よしよしよし、変わったところに打球が飛ぶのが野球です。とにかく強豪に早く戻れたんで、このままいければ本当に素晴らしい。まあ甲子園もあれ強豪落ちるかっていう感じでしたからね、実際それは早く戻りますよね。これでツーアウト。実際これで落ちんのかっていう感じありましたからね。初球落ちました。ちょっと待って、スタミナ上げよう、カンプ狙おう。で伝令でスタミナ上げて、よしカンプ狙いに行く。うわー、ちょ、止まって止まって、三つで止まって、オッケー。彦坂ツーベースヒット。ピンチを広げてしまい、ランナー2人を置いて迎えるバッターは大津。持ち前の熱血が力を発揮する。完封して次の試合に備えたい、また能力を上げたい。打ち、どうだ、打ってくんな、タイミング合ってるな。ショート
よーし、オッケー、オッケー、ヒット4本、4本だ、よし。さあ4番、君が打てばチームは変わる。君が打てばチームは変わる。本当にでも不作だな。唯一のレギュラーだったこの選手でさえこの能力か。本当に不作だったんだな、この年って。いやでもこういう野球、こういう野球、しっかり相手に点を上げないで、こっちは少ない点差をもぎ取っていく、そして勝っていく、それがやりたかった。キャッチャーは2人いるので大丈夫と。セカンドだよね。 OK、 行きましょう。あー、まあただ中継ぎ投手陣もね、こうやって岩隈ばっかり育ててて出ることになった時が怖いので、まあやはりどこかには出しておこう。あ、ちょっと待って、何回やるんだよこのミスと思ったんだけど、まあいいや。またピッチャー押してた。まあちょっと岩隈ばっかり投げさせてて怖い、正直。2年ピッチャーさすがに投げさせとこう、ここ。あ、岩隈が、ちょっと待って、じゃあ、守備交代、あれ？岩隈戻そう、やっぱり。外角中心、セカンド、ゲッツ、よーし、オッケー、守備交代、キャンセル、なんかが違うかった。こう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 、よし、オッケー、行こう。よし、とりあえず信頼度だけでも上げとけば全然違う。やった、ボールは中継、藤野ナイスバッティングです。バッターは2年生もぎ、ツーアウトだからね。高校時、うわ、低めってほんとよくないな。ファーストランナーをチラッと見て三振、よーし、オッケー。いやー、練習試合でね、総合戦力 C の相手に割と余裕で負けちゃったんだが、あ、負けてないか、引き分けだったんだが、 OK、 これで選抜の可能性がとりあえずあると、はい、いうところですよ。なんかミートが上がってますね、岩隈。 OK、 これで選抜の可能性があって、こっから行きましょう。前評判 B、 まあそれ来るよね、もう。けど全力で行きましょう。それはまだ B と1回も当たってないので、最後ぐらいは B 以上来るなと思ったんですが、やはり来たね。これはそうですね、やっぱ機材交換券持っておいた方がいいかな。1000円のやつ持ってるんで、機材お楽しみ交換券を2枚買っておきましょう。でもまあ本当にいつぞやに比べるとかなりいい感じではなってきてるよ、これで。 OK、 これ開催しなかったからな最近。 OK、 これでまあとりあえず選抜の可能性はあって、あとここ勝てば確定にはなると。超ノリノリ、ナイス、よし行こう、もう行くしかない、行きます。そう、練習行こう、頼む、勝たしてくれ、マジで。これ勝てば本当に暗黒期じゃない、もうこれ勝てば 100% 暗黒から抜けれる。下地ですね。さあこれ3番に持ってこよう、オーダー変更で。まあどっちでもいいんだけれども、片目打ち持ってるし、こうの方がいいかな。よし、 OK、 お願いします、勝たしてくれ岩隈、頼む、頑張れ。
一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。さあ孫悟戦力いくつのが来るのか。くぅこれ守りに散っていきました。さあ2回戦プレイボールです。またかよまたかよ。では最近どうした、こればっかりですね。この経験値だけちょっとないっていう、こればっかりだ。このチームばっかりに当たる、この経験値だけちょっとないチーム。これ見てもね絶対走れないんで、こっちは強っ、圧倒的に強いじゃん相手の方が。この戦力の相手によく当たるな最近。なんだこれ、この戦力の相手にほんとよく当たるわ最近。なんなんだこういう運命なのか。この経験値ね、このグラフの相手によく当たるわ、ほんと強いんだよ。そしてだって夏の大会でもすごい点差で負けたんだから夏の結構強いチームでも負けたんだから、それは厳しいぜ。いやでも全力でいこう。よし、ナイスバッティング、ナイスバッティング。さあ続け、4番続け続け、マジで続け続け、2点取れ2点取れ、マジで2点取れ。よっしゃ2点取った、1点取られた。いやもうこれほんと岩隈が頑張ってくれ。だって岩隈は普通に去年からもうこの相手に投げてたんだから、これだけ強い相手に。フェアになるな、ファールになれ。うわあぶねえ、あぶねえ。うわーくそーくそー、まだ同点。うわーだって打力もマックスだもんな。うわーやべえ、抑えらんない。でももう岩隈しかいないんで当たり前ですけど、これより強いピッチャーはいないんで別に。うわーやばい、終わんない、相手の攻撃が終わらない。待て、まだ2点は取れるはず、さっき2点取ったから。頑張れ、 4-2 ならまだ可能性はある、2-4 ならまだ可能性はある。頑張れ岩隈で、ね、ちょっとスタミナ上げときます。頑張れ、よし2点差ならまだ絶望する点差ではない。走らないよ、よし、あくそー、いい当たりだったんだけどな。1点1点お願い熊谷、4番が打つことによってチームは変わる、そういうもんだ野球って。くーくくかー、うわまた守備きた。スタミナ S96 まだ投げれる。じゃあくわー、岩隈でも抑えられないか。いいバッティングを見せました。持ち前の熱血が力を発揮する。初球から打ってった、くっそー、こんな相手が来るとは。これは監督の運のなさが主に問題だね。うわマジか、クリーンアップだからと思ったんだけど、コントロールも C あるからな。
頼む打球は三遊間へ頼む一塁へ送るアウトこれでワンアウトバッターはピッチャー岩隈ピンチヒッターコーヒーコーヒー持ちさあラッキーボーイの本領を発揮してほしいコーヒー持ちよしパーヒー持ちナイスパーヒー持ちナイス走る大丈夫 OK コールドは避けよう1点取ろうダイソでしょ落ちるでしょよし見逃しうわー振ってくれうわーやっぱちょっと今年の戦力でこの総合戦力が辛いものがありましたね来年だとねほぼ同じチームというかレギュラー変わらずなんで来年はこれでも勝てるかもしれないちょっと今年では辛いものがあった、これは。いや、でもまあ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 、選抜の可能性はこれであるので。ね。はい。選抜の可能性は残せたんで。もうあとは祈るのみですね。この1月下旬の発表を祈るのみです。頑張ってください。頼む。このなんだろう。伸びしろを考慮して頼む高野連さん選んでくれあよかった岩隈に変に赤特殊能力とかつかないかなっていうちょっと怖さはあったんですけどそこは大丈夫だったそうだよね中堅に行くぞオフ中堅で過ごすのかまあこれあけどまあ練習試合で名門とかに勝てればまた上がるチャンスはあると思うんでそこは狙っていくんですがまあこれはもう仕方なかったっすねあの戦力の相手くればまあけど全力は尽くしてるし徐々に成績も良くなってきてるんで、はい。まあ、岩隈の代では本当にしっかり戻るっていうところですね。もう名門まで見据えて、戻れるように頑張っていきましょう。まあ、岩隈もスライダーをまだ上げていないので、まだまだ伸びしろはあるので、はい、スライダーを今から上げて、スライダーオフの間に4かな。まずオフの間にスライダーを4にして、まあ、あとはコンスタと、しっかりね、上げていければいいんじゃないかなと思います。まあ、赤特殊能力とかはつかなかったんで。いや、選抜出してほしいな。マジで。選抜出れれば3回戦ぐらいまではいけそうな気がするんだよな変な引きしなければはいと思うのでね引き続き頑張っていきましょううんまあでもほんと最低限とりあえず選抜の望みを残せたところは本当に良かったなと思いますで意外と戻れそうなんで練習試合が来ればもしかしたら強豪にも戻れるかもしれないんでそこはちょっと期待していきたいですねはいというわけで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので何卒よろしくお願いいたしますはいぜひとも皆さんグッドボタンでね選抜出場を一緒に乗ってくださいはいまあけど岩隈もしっかり成長させられましたしまあこの第1年生っていうことで言うとよく本当にねこの1年レギュラーに添えた形でここまで来れましたねはいもう本当にあとは祈るのみですね頼む選抜出してくれっていう感じですねこれまあオフでしっかり能力上げれば夏はね1年したいともいえどもしっかり勝ち抜ける戦力になるんじゃないかなと思いますそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうアディオス